よう、おはよう。差し入れ。すまん。あんたもしかして徹夜？まさか、夜には帰ってるさ。あの、今日は私たちも学校休んでお手伝いしようかと。気持ちだけもらっとく。 E 組と D 組の委員長が揃ってサボったらまずいだろ。琴美、ちゃんと寝てる？ちゃんと食べてる？あさっての誕生日、私たちも楽しみにしてるからね。本当に大丈夫なのかな。透き通る夢を見ていた、柔らかい永遠。風のようなかすかな声が、高い空から僕を呼んでいる。このまま飛び立てばどこにだって行ける。重ねた手と手の中に小さな未来が見えたら、光の中揺らめいた言葉も想いも全部遥かな木まで残さず伝えて、きっと また明日ね。お二人ともあまり無理しないでくださいね。わかってる。おやすみなさい。明日中に作業は終わりそうですか？余裕だ。実は今夜は徹夜するつもりなんだ。それなら。ダメだ。まだ何も言ってないです。自分も付き合うって言うんだろ。ダメだ。お前が熱でも出したらおっさんぶち切れて俺のこと出入り禁止にしかねないからな。でも岡崎さん、ゆべも遅くまで働いてたんじゃ。これくらいバスケ部の特訓に比べりゃどうってことないさ。わかりました。手伝いが必要な時はいつでも言ってください。さすがに疲れた。あ、琴美、みんな心配してるんだぞ。ちゃんと分かってるよな。観測できる時空だけが宇宙ではない。世界がこの形を得る過程で剥がれ落ち、微細に封じ込められた次元、隠された世界が存在する。隠された世界か。どうやら間に合ったか。構わないよな。もう読んでも
おとといはウサギ、昨日はシカ。そうか、この本の文章だったのか。おとといはウサギを見たの、昨日はシカ、今日はあなた。どこだろう、ここ。それが琴美との出会いだった。いただきましょう。いただきます。これは花びっそ、これは三色すみれ。へー、琴美ちゃん、こんなにお天気がいいんだからお外で遊んできたら。ここお外なの？お外はね、あの生垣の向こうのこと。とってもとっても広くて、琴美ちゃんの知らないものがたくさんあるのよ。怖いから嫌なの。おとといはウサギを見たの、昨日はシカ、今日はあなた。琴美はあまり外に出かけたがらない子だった。他の友達が来ているのも見たことがなかった。お誕生会、僕の友達も呼んできちゃダメかな。みんなで琴美ちゃんのお誕生日お祝いしたいんだ。きっと楽しいよ。知らない子のお誕生会？女の子の誕生会に行くなんて恥ずかしくね。彼女に合わせる顔がなくて、俺はとうとう庭に入れなかった。やっと決心がついたのは真夜中になってからだった。誕生会をすっぽかしたことを謝らなければいけないと思った。違うよ、君は泣かなくていいんだ。これは君のためのものだから。その後琴美に会うことはなかった。俺は何度か行ってみたが、琴美の姿を見ることはできなかった。琴美との出会いも、あの庭で過ごした時間も、何もかも夢だったような気がして。そしていつしか俺は何もかも忘れてしまった。あなたは誰？
どうしてここにいるの？目が覚めた？まだ夢を見てるのかもしれない。ずっと覚えていたの。お庭に迷い込んできた男の子。私、その男の子のこと、とってもとっても好きだったの。私のたった一人のお友達だったから。だから、ずっと待ってたの。ことみ。おとといはウサギを見たの。昨日は鹿。今日はあなた。あなたはともやくん。迎えに来た。みんなお前を待ってるぞ。お空、とっても綺麗。おはよう、ことみ。みんな、おはようなの。私を待っててくれたの？当然。今日はお前の誕生日だろ。あ、そっか。それでね、プレゼントなんだけど。はい。バイオリンプレゼント券？ことみちゃんが好きなあのバイオリンです。プレゼントするつもりだったんですけど、壊れてしまって。修理はできるそうなんですけど、今日には間に合わなかったんです。治ってきたら改めてプレゼントするから、それまで待ってて。 ありがとう。一ノ瀬さん、よかった。学校に出てくる気になったのね。先生、おはようございます。おはよう。あのね、今日あなたの後見人さんが来られるらしいの。渡したいものがあるからって。心配するな。あの人はそんなに悪い人じゃない。お前も分かってるんだろ。演劇部の部室に来てもらおう。それならリラックスできるでしょ。私たちも一緒にいます。会ってみましょう、ことみちゃん。うん。ことみくん、すいません、わざわざ来ていただいて。いや、よかったよ、今日会えて。父さんのカバン。昨夜遅く研究所に届いたんだよ。私が中を開けて一ノ瀬博士のものだと確認した。どうしても今日君に渡さなければと思ったんだよ。論文が入ってるの？開けてごらん。ことみ、俺たちがついてる。そうよ、ファイト、ことみ。どういう意味なの？俺に聞くなよ。も
しあなたがこのスーツケース、スーツケースを見つけたらどうか娘に届けてください。最後のサインは一ノ瀬幸太郎と一ノ瀬水江の略、つまり琴美くんのご両親のものだ。共同研究の論文にはいつも手書きでこうサインしてたの。そのカバンは一ノ瀬夫妻のものだ。きっと長い時間をかけてどこかの岸辺に打ち上げられたんだろう。誰かがこのカバンを見つけて鍵を開け、手紙に気づいた。そして他の誰かに託したんだ。そうやってさまざまな国の人から人へこのカバンは渡されてきた。ぬいぐるみにもカバンにも複数の人間が手入れをしてくれた形跡がある。君が焼いてしまった封筒に何が入っていたか君はきっと知らなかったろうね。お父さんとお母さんの論文。論文の控えなんか最初から存在しなかったんだ。お父さんは出発のギリギリまで手直しを続けていたから控えを取る暇がなかったんだろう。それじゃあの封筒には。あれには君にあげる熊のぬいぐるみのカタログが入っていたんだよ。今日までの君なら言っても信じてくれなかっただろう。でも今なら信じてもらえると思う。今でも覚えているよ。娘が初めて自分から欲しいものを言ってくれた。そう嬉しそうに話す君のお父さんの顔を。でもこのカバンには論文が入っていたはずでしょ。お父さんとお母さんの論文。読んでごらん。お父さんとお母さんは中に入っていた荷物も論文も捨てて、代わりにこのぬいぐるみと手紙を入れたんだろう。君のご両親は世界の成り立ちをできる限り美しく純粋に、そして簡潔に表現しようとしていた。しかしその手紙ほど美しい言葉に私はかつて触れたことがない。君のお父さんとお母さんは最後まで君の幸せだけを祈っていたんだよ。お父さん、お母さん、私ね、ずっと待ってたの。お家の中でずっと一人で泣いてばかりいたの。そうしたらね、智也くんが迎えに来てくれたの。私、今とっても幸せなの。とってもとっても幸せで。だからね、お父さん、お母さん、おかえりなさい。そのカバンは世界中を旅してきたんだろう。砂漠の街も氷の島も険しい山も緑の大地も、たくさんの人の手から手へ大切に託されてきた。このカバンを見つけたらどうか娘に届けてください。ことみえ、世界は美しい。悲しみと涙に満ちてさえ瞳を開きなさい。やりたいことをしなさい。
なりたいものになりなさい。友達を見つけなさい。焦らずに、ゆっくりと大人になりなさい。お土産物屋さんで見つけたクマさんです。たくさんたくさん探したけど、この子が一番大きかったの。時間がなくて空港から送れなかったから。かわいいことみ、お誕生日おめでとう。篠原や宮沢も呼んでるんだ。今買い出しに行ってくれてる。私のお父さんとお母さんも来てくれるそうですよ。みんなが揃ったら贈呈式を始めましょう。うん、私もお菓子作ったから。どうせまた作りすぎたんだろ。うん、今日だけはいくらあっても大丈夫よ。コンサートの時みたいに大勢招集かけといたから。って、お前それすごい数になるだろう。ここに入りきれるのか？大丈夫なの。私のお庭は広いから。どっちかっていうと岡崎の管轄だね。うん、なんか意味あんの？わかった、本当のことを言おう。はい。すみません、泣くつもりじゃないのに。角からそれでどうするの、渚。まさかここで引くつもりじゃないでしょうね。